皆さんこんにちは。昭和村役場企画課の吉江と申します。野菜王国を救う勇者だ。現在昭和村では村で作ったトウモロコシ迷路と地域おこし協力隊が企画したトウモロコシ RPG というイベントを開催している。まずは迷路作りの様子をご覧ください。いかがだったでしょうか。なかなか攻略しがいのありそうなダンジョンだな。そうなんです。迷路に植えたトウモロコシは牛用の大きなもので、高さはなんと3メートルにも成長します。勇者さんも大変ですね。それに昭和村のトウモロコシはなかなか回復量が多いとも聞くが。回復量は分かりませんが、昭和村のトウモロコシは甘いと評判で、それを目的に道の駅にトウモロコシを買いにいらっしゃる方もたくさんいます。焼きトウモロコシも販売してますよ。それは早速向かわねばなるまい。ここからは勇者に代わりまして、昭和村地域おこし協力隊の伊藤がトウモロコシ RPG について紹介します。はい。こちらは迷路内で行われている企画ですね。迷路内のあちこちにいるモンスターを倒したり、宝箱を見つけてキーワードを集めて商品と交換できる企画です。自分が作った PV がありますので、そちらをご覧ください。野菜王国を救いたくなりましたか？迷路は8月31日までです。ぜひ昭和村に遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。昭和村公式のインスタグラムとフェイスブックも概要欄にありますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。